あのー、なんか芸人だからって言ってからなんか芸人はあのー、人を笑わせる仕事だからなんだお客さんに笑顔を売るそう僕は笑顔やなんか俺は笑顔やだとかなんか言ってる芸人あのいるかわからんけどいたら絶対死なす。レッツゴー 違うサイヤコルじゃない。ね、ああ、それダイレックスとか。いやーねー、いたらですけどね、<laughs> 本当に。いないよね。<laughs> いたらの話ですよ,いいよ。いそうやし、なんかたまにカッコつけてからそう笑顔やとか。<laughs> いないね。いお前い,いそうだけどな。俺。言ったらお前。えー 言わないか言,ない言ったらいい、死なすから、お前おい。<laughs> はい、どうも。大学生っぽいラジオ、シーズンセカンド <laughs> FM 小ザのスタジオから生放送でお送りしております。そんな声だったえー、メインパーソナリティは私、下地大輝がお送りしております。よろしくお願いします。そんな感じの番組じゃないでしょう、えー。えー、静電気除去, <laughs> 除去シートは、えー、触る派です。よろしくお願いします。<laughs> えー、さてさて、本日もゲストが来ていただいております。ゲストは、 荒垣んはい、どうも、リーガルロタリー、荒垣俊です。よろしくお願いします。はい、リーガルロッタリーというコンビで活動しているということで、はい。頑張ってください。頑張っていきます。 すそうですかよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますあのサングラスはあのいじるべきかっていうだけ教えてもらったら一応大丈夫なんですけど<ん>あのラジオで、うん、あの伝わらないのにサングラスをつけるっていうボケをしてるのは触った方がいいのか悪いのかだけ教えてもらえれば一応いいんですけどあまあまあまあ,あの僕ら顔を売らないといけないからねそうですよね顔売らないといけないんですようん、うん、何してるんですか <laughs> 顔の軸とも言うべき目をお前は 確かにな、ね、外しときましょうか外しときましょう<辺>やっぱりツイキャスユーストリームもねで、まあ、あるんでねそうですね動画で見てくださってる方もいいんで,で、はい、よろしくお願いします FM コサのスタジオから生放送お送りしてます大学生っぽいラジオシーズンセカンド、えー、この番組は現役大学生お笑い芸人私下地大輝と、えー、たまに他の芸人も出ます <laughs> いろいろなことを大学生っぽい目線からトークしていこうという番組でございます でですねえー、曲のリクエストなども、ね、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします,ししますメールアドレスは 761‐FMCOSA.jp761‐FMCOSA.jp までよろしくお願いいたします、はい、ツイキャスユーストリームでも動画配信してますのでそこからなんかリクエストでも質問でも何でもよろしくお願いしますさっきもシがね、が顔を売るとは言ったけどもあ後からまた話すんですけど、うん 来週ですねハロウィンパーティーのイベントねああそうなんですよ司会があるんですよねハロウィンイベント結構大きめにねそうなんか大きいらしいよね打ち合わせして分かったけどびっくりしちゃうじゃん話聞いてもともと300人程度でやる予定だったんだけどいや300人でけえ300人は十分でけえと思ってでもそれ以上になっちゃったなんからしいよね なんだ五役とかもっとか FC 琉球さんとかもね協力してるらしくてなんかまたいろいろすごいことがあるらしくて選手も来るかもしれないでそれの司会を僕たちがそうですよ行ったらこのコンビになって僕とあなたがコンビをリーガルータリー組んで初ですよねあそっか司会としてはねそうだね司会はまたいくつかしたんですけどだね司会は初めてだねそうそうそうでそのハロウィンパーティーでやっぱり大きいイベントじゃないですか盗難のスタッフさんからもここでね君たち二人も 顔を売ってねどこだ,ねだから僕らもうまく利用してくれるよ、ね、うに顔を売れよとおっしゃこれはいいなと僕たちもね奮起し,してねでもね僕たちあのなんかそのハロウィンですから特殊メイクさせられるらしいし、ねうん、そうなんですよそれもねやってもらえるだからこの先着で何名かカー500円ぐらいで、うん、あのお客さんもさせてもらえるらしいんですけど,どすスタッフとか僕らもなんか特殊メイクこの傷の、ね、ゾンビみたいなガチのやつガチのやつね結構リアルなやつを僕らもやってそれでしかやるっていう。だからもうあれでしょもう本当の よくテレビとかでアメリカとかでガチでやるやつそうそうなんかドッキリ疲れるぐらいのあのリアルな感じで僕ら司会するそうそうそう楽しみじゃないですかおどんなして顔いるおいあいつら顔売ってね以降ねここからどんどん君たち売っていこうって言ってた俺のガチガチの仮装特殊メイクさせられるんだよなどうやってか確かになその人で顔売れんもんなどういうことはそれなあ <laughs> そっか。なんという矛盾と思ってる盲点だったよ、や。盲点だったでしょう。<laughs> 打ち合わせの時、あれ <laughs> と思って。確かにな。言い合いないじゃないですか。言ってるけど。<laughs> <laughs> まあ美味しいですけどね特殊メイク一応されたいですよええー、やりたいですよ単純にちょっと楽しみだよねねどうなるんだろうということで東南植物園ぜひね本当に来てほしいすっごい面白そうなんですよ,ですよ雰囲気もすごいですからねの東南植物連合すごいですか、ねえー、あのー、なんかリアルに怖いハロウィンの雰囲気もあるし西北動物地獄 <laughs> あの大義号大義で東南植物楽園の大義語 なん西北動物地獄 <laughs> なんかそれ <laughs> <laughs> 大義号まあまあ確かに大義だけど地獄まあ確かにみたいな感じで <laughs> なんで大義号言ったのかも分からんし チンじゃないよオーダー入った場んや <laughs> オーダー入りましたじゃあやめとけ天津飯俺なんかバイト先やさに <laughs> みたいな感じでまあまあその告知もみたいな感じよみたいな感じでみたいな感じでみたいな感じいや昨日のライブの鮭ということで鮭ということでね <laughs> ありましたよねライブであのなんだバンドのライブ <laughs> バンドのライブがありまして昨日ちょっとそこ、ね、あの,おあのバンドの音楽のライブでちょっと僕ら漫才させてもらえるっていうそうですよ

おにぎりの具材何が一番美味しいかって話をなんか俺ら聞かされてやばいんですよ <laughs> <laughs> あの MC トークであの楽屋とおにぎりというこの2つのワード出たら大体もう黄色信号ですから、ね、<laughs> もうその時点で注意注意しろ危ないですからね身構えろとで多数決をバンドのメンバーで取ったら「鮭が一番美味しいってことになりましたね」っつって「ねえねえ」っつってさあ「鮭」ということで次の曲いきましょう あれ、どういうことなんだ鮭ということでって鮭 <laughs> <laughs> ということでっ <laughs> で、その何曲名何だったわ。うん、希望への扉。鮭に開けるか。<laughs> 希望への扉が鮭に開ける鮭ということで希望への扉意味分かる <laughs> 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 鮭さ、あ鮭ということで。<laughs> <laughs> 何々ということでって、いや、どうにかなると思ってるからな。なあ本当に。実際どうにかなるんですけどね。<laughs> <laughs> まあ、もう、鮭ということでね。お前も言うなや <laughs>。鮭 <laughs> ということでね、ラジオ始めきれんだ鮭 <laughs> ということで。ラジオが始まりますけれども,も。始まりませんか始まりませんか <laughs>。<laughs> ちょっとコメントの方も読んでいきましょう、はい。えー、ルドラ、サエさんですね<お>。こんにちは。今沖縄に帰ってきてるよということでお<ー>。あ、台風。 台風の前に帰ってきたのかな飛行機飛ばなかったよね。なんか今、結構、どうやらこうったら今日だけの話かなそうなんだ、今日ね、結構こっちの天気で見たらめっちゃ晴れてるんだけど、台風見越して、結構が相次ぎ的な遅延か知らんけど、なんかあったらしくて、さ部さんはじゃあ、もうちょっと昨日かおとといぐらいだったかなお帰りなさい。昨日帰ってきたと。昨日帰ってきたんですね。飛行機飛んだんですね。そうですね。よかったですね、変に変わらなくてね、台風と。沖縄も肌寒くな だよね今日そう,そう感じたんですけどまああのさ、ー、やさんに関しては内地愛知名古屋だっけうんかどっかから来てるからまあ、ね、やっぱ暑いなとはね多分だからあっちからしたら暑いって言ってかもしれないまあ冷えたよねまあ冷えたよな <laughs> 俺なんかからしたら、ね、冷えた冷えたもうパンインチで寝れないもん <laughs> 暗いらんや、ね、にさすがにうんあ。でもなんかまだ名残でつけてるの名残って何なんかいつ着ればいいかわからんくなる名残な雪のなや,や,やめれ、ね <laughs> しょうもないのいるんだ。<laughs> ここで今パッてあのあの思い出したんだけど、小六の時になんか俳句とか書かされんかった。俳<句>国語の時間とかになんかあまあまあそこで、その時に俺が作った俳句を思い出したんだけど言ってい,い。いお急<の>だなまあ。うん、<う>冬の部屋、クーラーつくと寒いぜよ。<laughs> <laughs> <laughs> なんかその長州藩薩 <laughs> 摩藩あたりの語尾が <laughs> っていう配光ってどんなよや小録で <laughs> 寒いぜよって思う <laughs> 当たり前やしな <laughs> 冬の部屋クーラーつけたらそれが寒いやしよどんなやんばやつを <laughs> 作ったなと思って,思てやめれどんな話よさ <laughs> いさんありがとうございます、えー、ルドルフさんからもお来てますね,来ますねはいさいこんにちはしもじ様、ま、レギュラーなるかき君もレギュラーって言われてるあ,あレギュラーですよファンに認められたらもうレギュラーレギュラーです俺はゲストって言い続けるから <laughs> 今日も楽しくレギュラーの知念君の姿がないよ <laughs> 知年もレギュラー知年はレギュラーじゃないですよじゃないんですあいつはあのバイトなんでバイトですね <laughs> バイトだったんだろ今,日今日ちょっとシフトが入ってないです <laughs> あいつあいつたまに天下一品怒ればいいんであいつ <laughs> <laughs> たまに、なんか一か月か月一か月二ぐらいで天下一品ごってあげればね。昼飯お奢ればね。大丈夫ですね。大丈夫です。今日ちょっと知念はじゃ、えっと、今日はこの。今日シフト入ってないですね。なるほどね。すいません、今日ちょっと、あのね、大人気知念んが。いませんけれども。入ってないので、よろしくお願いします。知念は意外と、そのリスナーさんからの人気が。そうでもね。意味がわからないですけど。いや、でも、なんか、どう転ぶんだという。ありますよね。笑いって。 <laughs> <laughs> もうキャラクター自体が面白いからねまあ僕は知念君のキャラクターは非常に好きですけどお前大もお前のおもちゃだもんなそうだよ <laughs> おもちゃです本当に遊んでるからだ本当に遊んでます知念に関しては <laughs> 電話でか、うん、電話取っていきなり「あれ髪切った」って言うからお前 <laughs> で髪切ってたしなそして <laughs> ボケとして「<う>いや見えてないからわからんだろうのはずなのに」そうそうそう <laughs> えなんでわかる <laughs> この前な俺多分そういう超能力あるんだと思う昨日もねあのくだかに電話したんですよちょっと用事があってでまた得意のくだかが「はい」って言った瞬間髪切ったって言ったもんくだかが「もし本当に切った?」ってこれ本当に切ったじゃあんかこの流れで言ったらあれかもしれんけど俺もだからそのボケをちょっとやってみたいと思って友達になんかみんないるときに授業をときてない友達がいて あのー、だから電話するかつって言って電話した時にもしもし言ってるやつから俺もなんかちょっとふざけで髪切ったって言ったからう<あ>んあ、今よあの男やで待ってるみたいなお<ー> <laughs> 今から切るとこ,だったこれって人類共通の能力だったわ。<laughs> 意外と気づかれてない。意外と。使わんから。使わんから、何、何万年も気づかれなかった能力じゃないか。人間における。ちょびっくりする。なんか何気当たるみたいな。だからな。怖いですね。みたいな感じでしょうか。ええ、まあまあまあね。くだかは、あの、すごくないって言ったら、あ、もうお前とは結婚だって言われましたね。結婚します、僕は久高か誰が望むかという。 まあ電話なんですけど、まあ、電話といえばね、うん、この前、お前から急に電話が来たばよ、電話が来て、俺、取ったわけですよ、おうし,たうん、したらあのお、はいってもしもしって言うじゃないですか、うん、したら、なんか、雑音、なんか、もぐもぐ、ガシャガシャみたいな音聞こえるんですよ、ガシャ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 って、だから雑音ですよ、で、何かな、こいつって思って、何,何、何、何、取ってるよって言ってけど、聞こえるから、あこれ、もう。 出たよやんボケだこれあなるほど電話のねまたトリッキーなボケよと思いながらね電話でただ雑音だけ流すっていういやいやガシャガシャじゃないよやモグモグじゃないよやってこれずっと言ってたんですよめっちゃ突っ込んでくる突っ込んでたんですよでガシそのままずっとするからで俺もそれもモグモグじゃないよやとかいうツッコミもう飽きたからおお面白い話とかしだしたんですよおお友達友達雄太郎っていう友達の話とかをしてでもう結局最後は 出したっつって切ったんだけど電話ああなるほど <laughs> お前がパッて切ったと切ったんだけど、うん、で結局まあ通話時間見たら5分,、まあ、5分俺は5分粘ったとずっとしゃべってツッ、うん、コみ続けたと、うん、あのー、聞いておられましたか <laughs> 全く記憶にないわけでそうなんですよ <laughs> なんで確かに LINE のトーク見たらなんか俺とお前のこのトークしてるはずのトークの間に5分ぐらい電話の時間があったよ電話あったでしょあの時間何,何なのかか俺いまだに分からんわけ 違う、僕。あの、いいんだよ。お前が間違い電話してしまったと。で、なんか、なんか、やはりその、携帯の誤作動か何か、まあ、からんことなはいなんか、よく聞か多分、間違いで押したんでしょうね、正直。うん。で、別にそれいいんですよ。そんなことより。俺は5分間、本当に何をしてたそれだけは許せん。それに対して、思いっきり、もう、めちゃくちゃ、エンターテイメントを。エンターテイメント、俺は全力の、お前からの、あの、何もないよ。お前からの、 きっかけ何もなしの俺エンターテインメント一方的にお前に5分与え続けたんだ何誰も聞いてない誰も聞いてない閲覧ゼロ俺すら聞いてないもんはあえ、死んでいいえ死なないで死なないでやめてその5分のために死なないでいや苦しいですねあんなまさに水の泡そうですねまさに水の泡ですねですねじゃないよですね聞いとけやせめて みたいな感じのこともありました、ね。申し訳ないっすわ。言うたら。<laughs> が誰かも分からないけどねそいつの話理科の時間に理科の先生小学校の時の理科の先生が口笛めっちゃ怒る先生でああいますよねやっぱ口笛いいことではないですからねで僕も一回それでめっちゃ怒られたりしたことあるんですけど授業中に僕が悪いんですけどねまあその裕太郎がいるクラス授業でもなんか口笛が鳴ったと先生やっぱ怒るじゃないですか誰だお前誰だ口笛吹いたのおい出てこい出てこいって言って何分か怒ったあ結局誰も出てこなかったんですよ はいはいはい。まあ結局、だから怒られるのも怖いですしね。そうそうそう。とりあえず黙っとこう、みたいな感じですよね。で、結局、先生ももう、諦めて。うん。誰も出てこない。出てこないっていうのがもう最低だからな、みたいに言いながら。あ、まじゃあもう、お前たち、誰か分からんけど、次はもう、口笛吹くなよ分かったかって言ったら、ゆうたろが、はい一人だけ言った。お前やしシーンじゃないよ。それ終わらすときに使うよ、前な落としましたよ、みたいな。手元にあったから。シーンが。 っていうなるほどねお前やし言うたろうっていう、ね、アホだねアホですね <laughs> その後どうなってかは知らないですけど <laughs> あのー、この話あんまりいい話ではないんだけど<う>それこそお前の中学校の先輩あーはいはいうちのバイト先の社員いますねうんいましたねあげなくんがあげなさんあげたくせ高校の時にはい まあ言うたら結構問題児なそうですねあの人結構まあ言うたらあの、まあ、ヤンキーではないけどもどしかというとその感じな系統、うんまあ、全然でも僕たちに優しかったい,い人めっちゃいい人なんだけど、うん、やっぱちょっと後ろの髪が襟足が長かったりとか言うたらちょっと喫煙してたりとかっていうのがあったらしいんだけど、うん、このもう目つけられすぎてて全部ふっかけられると先生なんかにあ<ー>急に放送で お前来いみたいなのを言われて行ったら外でタバコが落ちてたと吸って終わったやつポイ捨てされてたとお前だろ証拠はないんだけどいやもうこんなのやるのはお前だろってぐらいの人だああなるほどね多分俺じゃないで「いや絶対お前だろ正直にだ正直って俺じゃない」みたいなずっとついてでももう先生なんかめっちゃ粘るでも本当に違うと吸ってないと俺違うっつってのに あのもうずっとお前だろ正直に言えって言われてもうブチ切れてこのつけボーン切ってもう本当にブチ切って違うよやっ俺が捨てんのマイセ線だよやつ <laughs> <laughs> あってなって <laughs> 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 それタバコはななつ銘柄が別だったらしいやんだけどタか何かでアメスピーカ何ーかだったらしいんだけどしかも俺マイセンってよ <laughs> <たい> <laughs> あああ,あ <laughs> バカだあこですねあこ <laughs> <laughs> ですね, <laughs> ですね全部バレた あな A さん、A さん、A さん、アホですね。あゲな T が。あゲな T。ティクミが。ティクミが。テクミが。ティクミが。テクミが。おい、本名。AT さんね。すみません、今も社員さんなんで、あんまり言えないですけど。お前、優しい先輩ですけど、面白いです。おもいです。あそんな話だったんだ。結局、先生だったらしいです。はまじやばくない。それはそれで。やばいよな。一応、別の先生、怒った人とは。喧嘩両良性パです。 その先生もたボイスしてるやしだからややばいよない白いですねアホすぎてアホですねんか卒業式出れないって言われてあマジかでもんか生徒みんながみんなで卒業式出たいですみたいな青春ドラマみたいな状態になったとだからもう出ることになって一番であげなだからあそうだね 名前あれだけど、アゲナ・ティクミーって言われて。ティクミーって意味ないですよ。エニチャルでピー。うん、まあティクミーって言われて。アゲナ・タクミーって言われて。おいもういいアゲナ・タクミーはいでももう、もう自分も出るから、はいっつって言ったけど、卒業できんから。え、ちょ、もらうだけ頑張ってねみたいな。ありがとうございますってパッて見たら、自分だけ、あの、拍手だったの。A4 の。A4 の。よかった、ちゃんとあの、症状用の。あ、硬いやつ。え 拍手ってなって、そこ丸めて、<laughs> あの、筒にポーン入れて。バカだな。いまだに高校の同級生、誰にも言ってない今になって電波に乗せちゃったよ。そうそうそう。<laughs> もう時効ですから。<laughs> 面白いですね。翌日にあの校長室でちゃんとしたのもらったけど <laughs>、なるほどその場では拍手しかもらえなかった <laughs>。<laughs> 面白いな、あげたく。あげたく先輩。<laughs> <laughs> 久しぶりに会いたいですね最近会ってないんで<ー> <laughs> A さん正直だったんですねというルドルフさんからのコメントもそうなんですよ正直なのか、まあ、正直だ正直素直でいい人なんですよめちゃくちゃいいめちゃくちゃ優しいし、うん、タバコなんか関係ないですよ <laughs> まあまあまあそこ自体はちょっと悪いことしてるとこはあるけど本当にいい人で <laughs> まあほんとに素直でらは別にね ただ法律が許さないだけでねいやそういうことでも、<laughs> それ俺もう待て俺それお前もう人殺しまくってるじゃないですかやめれ <laughs> 俺顔面殺人鬼って確かにあだ名だけど違うわ違う顔が殺人鬼っぽいって言われるだけだからあ違うか違うよ人殺しててラジオでさどうすれば <laughs> 殺人鬼柄じゃなるいかもし人殺してても殺してますって言わんよそうだね <laughs> 殺してないけどそうだな なるほどねやめてください <laughs> 顔面殺人鬼って確かにあだ名ありますけどねさえ、うん、さんからコメントはい明日また愛知県あしたまた愛知県戻るけどいやそんな声じゃないだろ違うな <laughs> <laughs> しょうもなーごめんなさいさえさん色もうさえさんにマジで何でさえさん使って滑ったわ <laughs> 明日またやめれ普通に読め。<laughs> 明日、またって違う違う違う。じゃじゃじゃなんか歌みたいな、ジュジュの歌みたいになってるから、うん <laughs> えー。じゃあ、サイさんっぽい声でいきましょう。知らないですけどね、これいや普通にい,いや。明日また愛知県戻るけど、<laughs> もう愛知県は寒いよ。半袖ではいられない笑い、えー。ちなみに、今日は昨日に引き続き FEC のライブを見に行きます。二<ー>日連続でライブしてるらしいです。なんか、こんな喋り方がどうかわからない。ないですけどね。お前のイメージのサイさんはわかった。そうです。<laughs> 知らないですけどね。 あ、で、サイエンさん、もしかしたら今日会えるね。そうだよね。僕ね、あの、今日 FEC の、あの、ライブ見に行きます。ではしないですけど。あの、なんだ今日は、あの、FEC の旗揚げの24周年かな周年の2日目。で、オールネタライブっていうのがあるらしくて、あの、6時から、それ僕、テンブスで友達と見に行くんで。サイエンさん、もし、あの、僕見たら声かけていただければ。あ、そうですね。あの、サイン書くんで。サイン求めてもらっていいですか逆に。仕組んどきましょう。 うん、サイン書きますんで、式次第は後で僕ら払いますそうですね、あ後で振り込んで大丈夫ですお気に入りだったら、通帳あるで振り込めるんで、じゃあ、サイン求めてください、僕、そしたら FEC のお客さんにも僕の告知になるんで、旗たげね、あのね、FEC の山城とがね、クーター進化の、僕たちのライブにこの前来てくれたじゃないですか、立ち上げた、なんだっけ、クローズ、懐かしいな、来てくれたので、僕もちょっとね、義理でね。 ギリだけで見に行きたいと思いますありがたいです楽しみじゃないけど楽しみじゃないんだ楽しみです FC 面白いからなライブまあまあそうですようんめっちゃ面白いああお見に行くね声かけますあれく君はということであごめんなさい僕ちょっとね今日もあげなテクミのところに行かせあげな手クミのところって言うな引っ張るな引っ張るなあげなテクミ できるだけ早めに忘れさせる。すみません。ちょっとすみません。今日僕またバイトがね。はい。あれなんで僕言えないですけど。会いたかったね。せっかくだったら本当に。そうですね。さえさんね。ねわざわざせっかく大きな空きてるからね。すみません。握手ぐらいはしてやるよ。どうやってよ。さえとさえさん。ああそういうことね。さえさんと。だもう握手とか言わないはず。すみません。まあとりあえず身元探していただければ。探していただければ。はい。あんた友達と二人でいるんでよろしくお願いします。はいお願いします。 見に行きますので、えー、F ので FEC オーあ、去年はね、あ、去年じゃない、うん、去年か。うん、去年は僕たちもそういえば出ましたよね、この旗揚げにね。そうだよ。そうだよ。去年か。去年で去年,年去年だよね。あの FEC の旗揚げ記念公演の2日間のうちの1日で、FEC の平成1期という。平成1期か。うん。夏休み。あの時は、旗揚げの時に。 にに組み込まれさ、プログラムで、僕たちもそれで港のご好意で出させてもたったね懐かしいね懐かしいな今までは見に行く立場ですけども事務所も変わったし事務所が変わったって結局入らなかったからね VC にていうかこれってさ事務所に入ったことって言うべきかちゃんと言ってないような気がする俺俺も言ってないあ、言ってないねあんま言ってないこの度僕下地大樹と新垣俊はフロンティアエンターテイメントという事務所に所属してございましたよろしくお願いします確かに言ってなかったねそうですね フリー感めっちゃ出してたの。フリー感めっちゃ出してた。結構るい事務所なんでね。まあまあまあ。フリーみたいなもんですよ。そうですね。ほぼフリー。結構まあいろんなことやらせてくれるからね、ありがたいですよね。自分なんか結構動けるんで。またそこ大きい事務所とは違うところなのかなと思って。そうです新しいのでね、まだまだですけども、これからどんどん僕たちが盛り上げていければなって思っています。そうですね。まあ今も全部嘘なんですけど。嘘だもん。嘘じゃない。 嘘はついたらだめだよだめですねだめだよ申し訳ございません頑張ろう頑張りましょううんみたいな感じでねちゃんと言ってなかったけど俺とお前がコンビ組んでちょっと言ってないですからね全部言ってないのかよく考えたらああ最初はねなんだあのそのお試しでどうだろう俺とお前がコンビ組んだらどうなるんだろうみたいな感じでやってねうんやったはいいさなコンビ組んで一回ネタするらいばいいさと思うさなしたらよ 今めっちゃ仕事入って、ね、<laughs> それよな <laughs> 仕事入ってやっぱ違うってなって <laughs> 解散できるのかという俺らが俺が結構恐り過ぎたことうろあるけどな仕事も, <laughs> もう全部あるからね <laughs> 今年中そうそうもうねだから今月も結構入ってますしま,また告知もしますけどね来週土日ねあのライブありますよ MC、うん、でその来月も結構入ってるんですよ学園祭の司会とかが入ってて。 こんだけ仕事入ってんのにネタまだ1本しかないから、俺ら。そうですよね。<laughs> じゃあ今日どのネタするかって一応言うけど、あのー、あ、あのネタだなってなる。一本しかないから,かいからね。無作為に抽出した結果、1本しかないこない本当 <laughs> <laughs> そうだよな。<laughs> なので、まあ、もうこの、まあ、後から話すけど、この前、次のライブ、あの、1回初、初ネタ、うん、先週の初ネタは、まあ結構いい感じだったし、ね。ああ、そうですね。ね いい感じになりましたと思った感じなので今のところ順調な感じではあるのかなと思ってますけどね頑張っていきたいですね。これからですけどねやっぱり頑張っていきじゃあ一回ちょっと曲の方に行ってもいいですかいきましょうか曲がですねパンピーというコンビ知ってますか小宮さん分かんないですね水曜日のダウンタウンのテーマ曲歌ってる人あ分かりました分かります ?Who is a month y o u n のテレビヒーローのやつ。 の、の人が歌ってる歌で。別の歌うん、そう。それがよ、加山雄三とコラボしてるんですよ。ラッパーっすよ、ラッパーが。全然違うジャンルなんだけどね。かっこよすぎそれが、あの、加山まゆとコンビ、あ、コンビじゃない、あの、コラボしてる曲で、それで、まあ、ラッパー、ラップと、その、加山まゆの歌。面白いな。コラボしてるっていう、またこれ新しいジャンルの曲。まあ、2年前ぐらいの曲なんですけどね。それでは行きましょう。え山かやフューチャリングパンピーで、お嫁においで2015です。どうぞ。 はいはい。あのー、ですね、<laughs> 急に曲も終わるから困るんですよ、<laughs> もう。おしゃべりしてる途中だったら。おしゃべりしてる途中に。<laughs> ツイキャスね、聞いてる方とね、<laughs> ちょっと。えっと、<laughs> 聞いていただきました曲は、えー、パンピー、あー、かやま雄三フィーチャリングパンピーで、お嫁においで2015。はい、かっこいいね。面白いでしょ。かや、うん、ま加山ぞうが渋いよね。やっぱいいよね、なんか。ね こんな,あなんかこんなぴったり合うんだと思っておおでしょ、うん、ラップとかっこいいなと思ってね、うん、みたいな感じで聞いていただきました是非、はい、パンピーの曲もねまたチェックしていただければと思っております、はい、えー、そしてさっきの、あのー、CM っていうか曲の <laughs> <laughs> 続きから未公開シーンの続きでさ、はい、えー、さんから「うん、下地君今日のね FEC のライブで僕も見に行ってさえさんも見に行くということなので色紙持ってくるわあ もし今日会えたら一緒に写真も撮りたいなということでいいですねいいな羨ましいあれしましょう <laughs> もう FEC の芸人が最後めっちゃ並ぶじゃないですかああそうですね花道行って、うん、ありがとうございましたみたいな、うん、あそこで FEC の芸人と一切撮らないで俺と撮るっていう <laughs> FEC の芸人の目の前でで俺と撮って俺がさえさんにあ,ありがとうツイキャスはい俺がさえさんにそのスチサインを書くという、うん、これ見逃しに、うん、これであの俺が FEC の、まあ、まずあの上をいくじゃないですか でリーガルロータリーがこの FEC をもまずあの制圧するとで俺たちは FEC っていうのはもうやっぱ沖縄で一番長いじゃないですか FEC を制すものは沖縄を制すじゃないですかで僕たちがもう沖縄のトップということで<う>今,日今日で,今日でだからこういうとこからもチャンスあるからさなるほどね、うん、何言ってる俺,俺はこれに関してはもうノーコメントでいってノーコメントであの行かせてください <laughs> ネオコメントで言ってくださいもうフォローもしないでくださいツイッターのフォローも外してください <laughs> そっちのフォロー <laughs> すべてのフォローを九十九なりをやめれ600を維持したい <laughs> 600フォロワーなんですほらがこいつ600ちょうどだってめっちゃ喜んでる、うん、400フォロー600フォロワーという状態ですから <laughs> あのフォロワー増えあの消してってこの400600を維持したいなと思ってます、はい、ああ、うん、なるほどたくさんのフォローお待ちしております <laughs> すいません <laughs> っていうかねさえさんからね、えー、ありがとうございますお願いします、ね お声かけしていただければ OBG の芸人の前で見せびらかしていきましょう中田さんの前ぐらいで <laughs> 一番この友治さん中田さんとかねあの辺の公約栄とかの前でね <laughs> やっていきましょうそれではねあの一旦たん CM にいこうかなと思ってます、はい、曲も聴いていただいてありがとうございます、はい、じゃあ1回 CM を挟んでまた後半のトーク楽しんでください一旦 CM お願いします <laughs> <laughs> なんか曲ないっすかねおかけお前に聞きたい曲あるいい、俺流していいじゃん。いいよいいよ。あのー、あれ流すか昨日の A ちゃんなんかの曲流す。ああ、いいよいいよ。あ,あっちがいいってなったら。うん、あっちはもう流してあじゃあ、したら、あのー、たらツイキャスあのでも流せるわけよ。著作権、うん、あれじゃないでしょ。うん、オッケーもらってるから。ソニーにあれされてないから。ツイキャスでも流せる。多分聞こえるようにできるわけよ、スピーカー。 そうですね聞いてほしい。こうすればうちの A ちゃんの。ほらこの人はスピーカー外に聞こえるまあまあじゃああつで。うん。時間あったら、うん、あの。オッケーです。開いていて。はい。お前なんだ iPhone7 じゃないの。俺<れ>。うん。Success。オッケー爆ジョー。これよあのこれだからよ7ダメだばよ。あーあーなるほどそうそうそう。こっちの。

はいはい。大学生っぽいラジオ、シーズンセカンド FM 小ザのスタジオから生放送でお送りしております。パーソナリティは私、下地大輝とゲストははい、リーガルロータリー、荒川俊です。よろしくお願いしますチュクチュク。いえ、いえいえ、やめれ。いやいやいや、しょうもない、もうなんかさ、俺なんか、ただでさえさ、もうなんかホみたいな二人がさ、こんなことしてさ、せっかくやらせてもらってるラジオ。ほんとに。 今さだけど、<laughs> せっかくラジオやらせてもらってるのにもうそろそろ1年ですよ、再来月ぐらいで5代メディーガールとして初めて<ー> 1>, 1年記念ではね、もうあの,、ね、あ,のあの、最初のラジオをしてたあの方も来てくれるかもしれないので、ね、なるほど今パッて思いついつたけど今はなき,今は泣きあの元5代メディーガールのあの方ももしかしたら <laughs> テレビにメディアに復帰するかもしれないので <laughs> ぜひぜひ。<laughs> その時お楽しみください。楽しい放送になるかもしれないですけれども。まあそんなね前でこの冷え冷え冷えでおなくしたくないからね。その前にこんな僕たちがふざけてね。冷え小沢側からねあのストップがからね。とりあえず僕たちで冷え冷えはやめましょう。ふざけが出れるまで。でもまあ冷え冷え言ってるのもですねなんかインスパイアされてるんですよ僕たちは。先日昨日のライブ。 ええ昨日音楽のライブそれこそバンドのなんかショーレースみたいな大会があってーー、ね、そこの,この言うたら間間で僕らが出ててネタをてそう漫才をするっていう大学生バンドの、うん、なんだ優勝したら10万,みたいな10万円とかの大きいね、はい、ライブがあってヒューマンステージでね、えー、そうですよ僕らも漫才させてもらいましたよいやいい経験になったっていうのが、ね、一番の感想でしょうかうすごいやっぱねお笑いのライブに来てくれるお客さんと 音楽ライブ来てくれるお客さん全然違う違うよね<も>ういやまず出てきたときにウェー,ウーいやウェー,ーじゃないよや <laughs> パチパチだろ <laughs> 普通に知ってるノリじゃないかもうテンパるよね <laughs> 立ってるしねみんな ボケたらみたいなそうそうそうハはーみたいな何じゃそりゃと思って僕はかラんノリででなんかマイクもなんか音楽用のマイクでなんか高い場よの高いし俺にマイク届いてないっていうお前めっちゃ口マイクいいぐらいいいぐらいの俺の俺結構身長高いんでいいぐらいだったんですけど俺の前の文字の声が入らない入らないっていうねだからもう言うたらボケ聞こえてないから何もボケてないとこに俺が突っ込んでるみたいなそうなるだから僕も無理やり声大きくしたりして大変でしたけどまあまあそういうトラブルはあっ 伝わらないとこは伝わらなかったななんて反省点はあるけどまあいやいい経験ですよあれは次第点じゃないうん別にどすべりしたわけでもなく全然全然受けてましたよ受けてるところ受けてたし受けてただ受けるまでの時間っていうのなんかだテンポが遅いそうそうそうだからはいドーンってくるところははいわあみたいなそうそうそうなんか滑り笑いとかそういうことじゃなくてなんだろう理解するまで時間がかかってるっていうバカって言うなやバンドマンアホって言うカって言うなやバンドマンアホって言うなって言なってない言ってない 思ってるだけ言ってないおー O-H O-H 思ってません思ってません W-O-W いややっぱりやっぱ音楽のライブだからお笑いに慣れてないんでしょだよね僕らお笑いライブに来る人ってやっぱ慣れてるからボケてドーン受けて突っ込んでわかってるもんねじゃドン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 って受けるのが ボケてもまだうんってあれ滑ったのかなと思ったらツッコミ全部説明したらドカンとかね多分、まあ、お笑い見に来てないもんね、うん、だからやっぱり <laughs> 彼らもだからお笑いのライブだとまたそういうノリにもなると思うしまた人間でうそうですね、うん、面白いいい経験させてもらいましたねありがたいですね多分み、うん、彼らも僕たちのミュージックとして聞いてたんだそうだね若干面白いミュージックみたいな <laughs> <laughs> そんな感じじゃないか <laughs> <laughs> 楽しくそうですねネタ中はまあ結構楽しくやらせていただきましたけれどもねトラブルはいろいろあったんですけどありましたねまあまあよかったかなと思いますここからいろいろつながっていけばいいかなと思ってますけどそうですね席大丈夫かな大丈夫ですそのネタの後もねなんか MC トークっていうかんか間のつなぎトークさせていただいてるんですけどそれが地獄だ地獄あれはあでもあれは抜けて湧いたんだけどね聞いてる人には。 聴いてる人って聞いている人たちはちゃんと聴いてるなってこっち見てる人たちはみんなもうちゃんと笑ってたんだけどあ,だ、ね、あ,あれはまたまだ状況ほとんどの人がまず聴いてないっていう状態になったよね <laughs> <laughs>、まあ、曲と曲の間のなんだその転換の時間を,<換>をアーティストの準備時間に僕らがつなぐっていうのやったんですけど、うん、それでトイレ行ったり飲み物買ったりとかおしゃべりしたりとかで意外とやっぱお話聞いてくれて。 まあまあまあいいんですけど全然自由で、うん、それもなんかマイクの位置もな,なんかあのギターとボーカルの距離ぐらいのあマイクの位置で俺とお前喋ってなんかアーティストみたいになってたから漫才みたいに真ん中で二人立つっていうよりはなんかこう <laughs> 端っこと、ね、お前がちょっとリード <laughs> ベースギターぐらいの入りの。<laughs> このなんか端っこの方で俺が真ん中にいてみたいな34メートル離れてたよね <laughs> 結構離れた状態でおしゃべりして <laughs> こんな感じでちょっと難しかったけど環境はねこのマイクとかそういうとこも含めて <laughs> いやーあれ酸素あったっち <laughs> 酸素なかったんじゃない息苦しいぐらいのもう盛り上がりでね人もわんさかいてわーわーしてるんで <laughs> いやーまあいい経験でしい,いい経験でしたホントにすごい面白かった <laughs> また呼んでくれって感じ<当>リベンジしたいねえいちゃん本当ありがたいですねすぐこっちのねスラムバーってところで 主催とかもしてるエスケっていう人で、ね、うが、ね、今回呼んでくれたんですけど僕の友達またそのコザでもそのなんか音楽やっぱりコザ音楽の街じゃないですかです、ね、僕,も僕たちがこれをきっかけにその音楽ライブに合う芸人として<ー>僕たちが進化できればリーガル・オーター したらこういうなんだ小座の周りでも多いですから、うん、もしかしたらね A ちゃんつながりでもそうですねそこでちょっと笑わせながら、ね、うまくねっていいエンターテインメント作れればねただ音だけとかじゃなくて面白いですね歌えって言われれば歌うしね <laughs> 別にね歌えって言われれば別にねただ絶対歌えとは言われないけどね <laughs> <laughs> ちゃんとしっかりやってる人たちの前でさこんな俺らみたいなやつらがさ勝ってしまう。 急にカワーターってもだろってな言いたいねなんでこの歌なのか分からんけどこれでねライブハウスの人に怒られましたからあのね日曜日ね昨日はね2回目の僕たちのネタだったんですけどその1回目のネタが先週もね告知はしたんですけどえっととあるライブハウスでいいか別に G シェルターって言って G シェルター G シェルナハの G シェルターでの小学生という。 フロンティアエンターテインメントさんで第1回で僕たちも一緒に頑張っていこうということでね、はい、まあそこでまあ準備しながらねあのマイクのテストをしてるんですよです、ね、のこのリハーサルの時ですよねそうそうそう であのー、ダブルチキンのトゥワイチとかが、なんかああ、マイク、マイクとか言いながらやってるんだけど、僕、そこで急にマイク持って、ワイヤレスマイク持って、布施明の君はバラエり美しいを着る歌を出して、変、はい、わったーって気持ちよく歌って。めっちゃ大きい声でね。<laughs> で、みんな、なんかわーみたいになった後にあのに、ー、今のってあの本番使うのって言われて、ライブでその。<laughs> シェルターのの人にこ黒沢さんに「あ使わないです」って言ったら「使わないうんじゃあそういうのやめてね」ハウリングするからちょっとこっち音響やってるからって言ってめっちゃいい人なんだけどめっちゃ優しい黒沢さんがちょっとキレてたからこいつマジで怒らせためっちゃあれビビったなあの黒沢さんが ちょっと消えてるやしみんなそれで笑ってしまったからなみんなクソクソしてたしやばいこれ怒られたやつだっていうのが怒られたって一番おごるちゃんと怒られてるからこの年になってちゃんと怒られてるやつなんかあんまり見ないからま怒られないですよ僕も久しぶりにちゃんと怒られたちなみにそういうの面白いねやめてくださいいうのはごめん黒沢さん本当にディジェルターありがたいですよもう毎回使わせてもらって次また次はあのね 次はあのマイクテストしてないとこで歌うか <laughs> 歌うなう <ん S 1> 歌わなければいい黒澤さんもしかしたらあの布施明きっかけで起こるっていうあれかもしれない <laughs> 変わったきっかけで怖いってなる人かもしれない <laughs> 勝ッてなる<あ> <うん S 1> マイク同行ううよりも布施 <うん S 1> 明の,あの絶頂でカッてなっちゃう何が変わったじゃんグッとくる人かもしれないんおかしいどんな人やんおかしいだろ <laughs> 小さいライブもまたやると思うのでぜひぜひよろしくお願いします黒澤、うん、さんということで黒澤、はい、さんお願いします <laughs> まあその小学生ね、うん、ライブまあちっちゃいあの規模でやろうとなってそう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 。まあお客さんもまあそんなにはね入ってないんですけど頑張ってキャッチしてね入れて15そうですね。十五人ぐらいだから本当に小さいライブですよ、うん、まあそのぐらいで全然まあ僕たちは いいか小さいライブやってみようってことです。でやっぱり何だ十何名かだからこの受けが一やっぱ怖いところじゃないですかそうだよねやっぱりこうお客さん多ければ多いほどやっぱり、うんまあ、笑いの絶対数が少ないですからね,そうですねどうなるかなと思って僕たちもまだ初めてのネタでねしかもお前にとっては怖い五代目リーガルのネタこのぶっ飛んだ感じをさせられたんですよ俺はローマね正統、ねね、派だったのに正統、あのー、派だったのにね こいつはだから怖い怖がってるんですよ、このネタ、本当に大丈夫なのかとネタ忘れても、本おろいんだろうって、ね、言ってたんですよ、うん、まあ別に俺は五代目以外、しょっちゅうやってて、うん、まあ滑ることもあるけど、まあ、受,ける受けたりもしてたから、うん、ああ別に俺はそんないつもと変わらない感じでやってたんだけど、うん、ほら、見たことか、<laughs> 受けましたね、受けましたね、<laughs> 受けましたってあんまり言うことかじゃない,ない、うんまあ、課題もありましたけどね、うん、受けました、意外ときも、それはいや俺も意外と受けだなと思った、それあーなるほど 14名だし15名,15名まあなんかこううまくお客さんにくっつけきれてたよねそうだねこのっかんだ内容はどうにかうん,がん、うん、お前のそのなんだお前が作ったやつもふ入れていってそあそうだねなんだロリータロータリーの要素とも5代目リーガルの要素とも合わせたらなんかちょうどよかったねリーガルはリーガル5代目リーガルはまあお客さんついてこない知るかボケっていう感じのスタンスでやるから蹴飛ばすのはダメ <laughs> <laughs> と思ってるから <laughs> あなたがいることによって。どうにか作っていどうにかあの。<laughs> で引っっ張てまあ一生懸命ですよ僕も。毎一生懸命作っていただければ。したらなんか意外とね受けましたねちょうどいいことになるのかなって感じでありがたかったっすわまたいろいろネタを作ってねそうですねまた今度はぶっ飛びすぎてもなく今度はもうちょっとね分かりやすいああなるほど。もっとなんていうのテンポも速い生徒派のネタも作ったりとかいろんなのやってみてねそうですねなんか幅を広げていけたら一番楽しそうですよね楽しいと思いますいろいろねまたここからまだできたばっかなんで僕らも生後一週間ですよ生後一週間首も座ってませんよ首も座ってないネタの内容う ネタの内容なんですけどね、うん、猫でも生後1週間とかあんままだ可愛くないからな <laughs> まだ毛も生えてない気持ち悪いやつ子、ま、猫の可愛い小子猫にもなった23週間経ったらやっと毛が生えて可愛くなったりもするんですけれどもね,どね、まあ、それぐらいの可愛くない状態なんですけれども、まあ、まだまだ頑張っていってね、うん、司会とかも通して今年中にかなり成長するすそうですねもう今年中にどうにかしたいですねまあ皆さん O1 グランプリ同うせ決勝出るのでね、まあ、見ていただければいいでしょう 出ねえよ出るわねえよねえよっていうのはまず出ねえよもおかしいこの芸歴で出れるほど甘くない優勝できるまあでも頑張りますよ今回もせっかくね二人で一緒に出させてもらうんでテレビは OTV でお願いします一生懸命やりますよというわけでなんか曲があるんだったあ曲いいですかいいですよ前回昨日ねせっかく A ちゃん僕の友達からライブね呼んでもらったんで みんなに聞いてほしいなと思って、あ,あその A ちゃん。そう、僕たち呼んでくれたよね。そうそうそう、大きな子がいるんです。大きいよね、あれ、マツコデラックス。デラックスってマタニティデラックス。マタニティデラックス。女装してやってたんだけど、だから、あっちはコミックバンドデラックスデラックスってやってたんだけど。 もう片方2つあるののよねこのバンドが方が主流で動いている「オランズ」っていうバンドで、うん、こっちはなんか結構いい曲なのよ僕この曲本当に大好きな友達だからとかじゃな,な,るほ,どなるほど。是非皆さん聴いてもらえたらなと思いますのでよろしくお願いします。ということで聴、えー、いてください。オランズで雨 はいはい聴いていただきました曲は「オランジ」「オランズ」「オランズ」ごめんなさい「の雨」という曲でございますいい曲でしょいい曲ですね渋いでしょ好きなタイプこの曲を歌ってるボーカルが体重140キロですから140キロってすごいよねすっごいどっしりしたえいちゃんって僕の友達なんですけどなるほどなるほどこの子がね今も大学バックで流しながらねちょっと食べていきましたやめたんですけどちょっと前2年1年前かなあのダイエットしてたんですよ ダイエット,し,エトをしようってなったんです自分だからさすがに太りすぎるあなるほどね。結構病院でもちょっとやばいって言われて4 0キロもあるとね余命的にやばいみたいな余命的にいそれぐらいのもう病気になる技術がやばいってなって、うん、これさすがにやらんといけんって言ってだから自分でこの意識高めるためにツイッターに書いた、うん、まあ言うたら年末だ,だったにあのにリツイートにつき1キロあの。 来年この一年間で体重減らします。あいつだから百四十キロぐらいあるんだけど、これがなんか三百ぐらいっていうか、リスイートが。だから三百キロだから。 140キロとつ300キロ減らさんといけんってなって、要するに、もう1年間であいつ、徐々になんか姿が消えていくっていう、そうだな、<laughs> そうなるよね、そしてまたマイナスになっていく、消滅していかないといけないっていう、1年かけて、<laughs> 消滅するだけじゃこと足りてないから、<laughs> それでもうだめだってなって、今、なんかちょっとリバウンド気味なんですけど、<laughs> なんだ、このさっきも言ったけど、130キロになった、135キロぐらいになったけんだけど、今、140キロで、急速なるし、<laughs> <laughs> <laughs> 何それ高校球児のちょっと早いやつ。<laughs> 体重の話です140キロで <laughs> <laughs> 体重の話と思っちゃんうんですよ。早、まあ、ちゃん面白いですけど、ま,またね、はい、なんか絡んでいければなと思っております。このラジオにも、もしあれだったら、私ともいいですし。じゃあもう番組も残りわずかとなってきましたが、ら早そうそう。い旦じゃあ、ちょっと CM に入って、はい、後半また告知の方に行きたいと思います。ます一旦 CM。ハロウィンパーティーの告知できればいいよね。 パパパパオオパオオ…パオパオ <laughs> CM 明けの BGM 前のパオパオんやばパオパオ <laughs> <laughs> 急にただでさえ時間ないのに何無駄な時間作ってるわ <laughs> <laughs> いますか ?CM 明けのジングルの前に喋る。 パーソナリティ。しかもそれが意味のない言葉。<laughs> 何やっぱパオパオって。<laughs> 意味を含まない言葉って。やめてください。<の>時間もうないですから、あんまり。ありますからね。はいはい。じゃあちょっと告知の方をしていきましょう。え、10月28日土曜日。土曜日。東南植物楽園さんにて、ボタニカルハロウィンイベントというのがございます。これがまたすごいイベント。ね、結構大きめで、ね。 すすごいでよこちらがもう本当に楽しいイベントだってカツオコンテストなんかもあってそうですねハロウィンのイベントですから上位3組にはペアランチ券なんかもペアランチ券特殊メイクも先着順でできますし本当に楽しい内容になっておりますイベントになっておりますのでの美浜とかねクラブとか行く人多いイメージなんですけどハロウィンって意外と東南植物楽園も対いい絶対ですよ 今年からはもう東南植物学園行きましょう。来い僕らが司会してますので。来てくださいとかじゃなます。来い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 って感じですからね。10月28日土曜日で、時間がですね、16時、午後の16時から19時となっておりまして。これ終わってから美浜も行きましょう。それがいいんですよ。特殊メイクもつけた状態で。そうそう。で、すね大人高校生2000円、小中学生500円ってなってるんですけど、そこがね、フリードリンク付きなんですよ。ありがたい。あざすー。 アルコール、ソフトドリンク。飲み放題でこれは安いですからね。普通に考えて安いですよ。だから。だって、居酒屋とかで考えても、普通に。そなもんに。ね。それでこんだけ楽しめればね。そうそう。しかも、あの、酒って言っても、適当な、あれじゃないですよ。ビールもあるし、カクテルとかも。島もある、そう、カクテルもちゃんと作ってくれますからね。バーテンの人がいますからね。営業のね、人が頑張って。あの人、ババーテンダーのもう、社員さんが作ってます、くれますのでね。本当に楽しい。ぜひ皆さん、来てください。協賛も多いですよ。 ヤクルト、伊藤園、サントリー、コカ・コーラ、トゥクトゥク、レンタカー、ナイン・ハピネス、社員、中松正治。すごいでしょ来んねん <laughs> 多すぎるやろ。<laughs> いやぜひ本当に来てください。めちゃくちゃ面白くなりますので。ねよろしくお願いいたします。お願いします。もうお待っち,ちゃうね。早いなーなんてコメントも来てますけれどもね。そうですね。悲しいですけども。うん、悲しいですね。またそれで言ったら、 翌日も、読谷祭り。あ、そうですね。ね、初代、次も、読谷祭りの司会がございまして。そうですよ、この、ラジオあ、そっか、来週したら、ラジオどうなるか。待って、ラジオが来週どうなるか、ちょっとまだわかんないわからない。読谷祭りの入り時間とか、まだわかんないもんね。そうだ、俺、ごめんなさい、打ち合わせも。聞いとけ、パパに。おうだろ、お前、それ、あっせんしてんの。そうだね。うん、聞いといてください。すいません。また来週のラジオ、まあ、あると思っててください。あると思ってください。多分あると思います。で、もし、できれば収録とかでもね、 何か、できれば、国心、まあね、もがてらでね。なしとかはちょっと申し訳ないんで。で、最近なしが多いんでね。<laughs> たまに。来週も多分、あると思います。おお、出さんこうこいつ。吟じます。<laughs> こいつ出さんこ。禁じようとしてる <laughs> やつは出さない。俺、小学校の時、天心木村に顔似てるって言われてた。似て,ない似てないよな。似てな,よな似てないよな。それ死に嬉しいうるし。その時の顔がどうだったか知らんけど、ま、いろいろ変わると思うから顔も。まあ、ね、あれだけど。 ま、本当に来てほしいんです。え、西北動物地獄の、え、ボタニカルハロウィーン。東南植物楽園です、ね。あ、ごめんなさい。大義語使った。大義語になっちゃいました、ね、<laughs> ボタニカルハロウィーンイベント。<laughs> 6歳未満は無料です。 です奥さん連れてきてもいいと思いますし。供も大人もみんな楽しめるような。で、またその、終わった後にどっか飲みに行ってもいいですしね。はい。じゃあ、大学ぽいラジオ、シーズンセカンド FM コザのスタジオから生放送でお送りしました。え、私、え、MC は、パーソナリティ、下地大輝とゲストが、荒垣俊でーす。はい、ありがとうございましたと、ここで。ハロウィン来て。10秒近く残るっていうのが。残るわ先週は、あの、あれだったさ。ギリギリだったから。残しすぎたわけよ。うこ倉言行ってる間にも5秒前なんですけどね、まあ楽しんでいただければと思います。 勘違いいいんじゃないチンやめれおかげさまですすごい大塚健二さん埼玉からツイキャスで見てますおおありがとうございますありがとうございますメガネくんかいないね知念のことかな知念かな勝三郎さんもですすいません終わりですまた次の「おかげステーション」とかでお楽しみくださいそうですね時から大塚健二さん終わりなんですよすませんまた来週以降聞いてください日曜日の12時から13時やってますので終わり芸人です 楽しい、た、楽しいです。とても。<laughs> <laughs>